ハンスゲオルクネーゲリはスイスの作曲家、音楽出版社。ネーゲリはベッジィコーンに生まれた。幼少期は父から教えを受け、1790年代に個人的な音楽店と共同出資による出版社を立ち上げる。1803年にはクラブさん奏者演奏曲集、レペトワでクラブシノスツの観光を開始、クレメンティ、クラーマー、 ベートーベンらの作品の初版もその中に含まれた。チューリッヒに二つの合唱協会を設立したネーゲリは、音楽理論や美学に関して多くの書物を記すかたわら、学生のための入門的論考も表している。1836年にチューリッヒに没した。ネーゲリの音楽作品の多くは、鍵盤楽曲や歌曲によって占められている。ゴールドネ・アベンチェウナは、 他の作曲家の手により変奏曲の題材として用いられた。この曲を鳥に歌わせて使用した BBC のラジオでは民謡であると紹介された。しかし、同曲は多くの韻文紙編音楽集にもチューリヒという歌曲として収録されており、そこでは正しくネーゲリの作品であると記載されている。今日、ネーゲリ作品で最も知られるのは聖歌、デニスであろう。 ありがとうございます。